21世紀を生きると題して、現代人の食生活を見直すセミナーが今日金沢で開かれました。このセミナーは自然環境を守るため生活の改善を呼びかけている金沢の市民サークルグリーンノートフォーラムが開いたものです。はじめに薬剤師で食品による体質改善を研究している佐藤誠司さんが講演した後、石川県出身で日本自然保護協会の上村明さんが太平洋に浮かぶ島トンガ王国の食文化について報告しました。上村さんはトンガで20年足らずの間に糖尿病など成人病が増えた例を挙げ、主食がタロイモという伝統の自然食品から近代化に伴って外国から入る油や肉、加工食品などを食べるようになったためだと指摘。会場を訪れた人たちは食生活の重要性を改めて認識したようです。